皆さんこんばんは。どうもこんばんは。久々のショールームに撮ってしまいました。よいしょ。ちょっとねセットするのが難しかった。さっきまでちょっと寝てたんですよね。そう、寝てて、あの窓開けて寝てたんですね。窓開けて寝てて、アラームがいっぱい鳴って、もう隣の住民さん絶対うるさかったわっ、ジンくんお城ありがとう、ありがとう。書いていきますね。あ、なんかハンディありがとう、タコさん。うわ、あやみんが見に来てる、ありがとうおたちありがとう。くまさん、前髪の調子いい。マジで、あのさっき前髪を洗いました固めてないのよ。ゆうゆうありがとう、ハート。おっちゃんありがとう、たこちゃんはい、そうですね、コンサート皆さん終わりましたねやっとって感じなんですけど、配信も昨日ね、あのファンクラブの方で結構コンサートのことについて振り返ったんですけど、短編麻婆改め T 学ぶありがとう、山さんありがとう。声大丈夫？やえ、やっぱさガラガラだよね。そうガラガラだなとは思ってたのよ私もタッチありがとう。コンサート終わって、あの声がガラガラになってた。マジで多分コンサートって会場が大きいから自分の声しっかり聞こえなくて、なんか出せる最大の声まで出しちゃうのよ私多分。ちょっと待って待って、追いつかないな。タッチありがとう、コジコバトンクマありがとう、カジュピンユータありがとう。多分ファンの人同じぐらい声出してると思う。当たり前かそうこっち側もね、なんと言ってもね。え、待って、このさお城かけないんだけど、どうしよう。ちょっと江戸時代っぽい写真でも描こうかな。え、待って、こんなん江戸時代じゃないか。江戸時代っぽい写真、え、どういうことブリスケ、サラちゃん、タッチ、カネギありがとう、ランディありがとう。なんか今ね、え、ちょっとまだ見えない、なんかねイベントみたいになってるらしいんですよ。サットンさんありがとう、あやみちゃんがいっぱい星投げしてる、だってかわいい。あやみんとご飯行くんですよ、あの明日とかじゃないんですけど、別日に行くことになりました。いいんですかね、私がご飯なんか行ってしまっても。たくさん可愛い写真を撮っていこうと思いますめっちゃたくさんね LINE してくれるの可愛い。私いつもさ LINE の返信遅い人だからさ、あの早く返そうって思ってますサラちゃんありがとう、うま。いやもうね、コンサートマジで感動しすぎて、あの感動しかなかった。まず最初から本当に泣きそうになった。あのみんなとねラップタイムを、ラップタイムだって、ラップタイムを歌ってくれると思わなくて、なんかもう最初からうるっときました。ジャピンありがとう、夢逃げ、あのタイムボムでも泣きそうになったけど、夢逃げでもあの
涙涙でした。レミちゃんありがとう。みんな食べないで、食べないわ。食べ物じゃないですからね。ちょっと待って、剣とか書こうかな。じゃこんなんでいいのかな。難しい。え、てかサインボール誰がもらってくれたんだろう。皆さん別メンバーとかでもあのサインボールゲットできましたか。どうでした。だってありがとう。ゆうとありがとう。あ、みんなもらえてないのかな。はい、タワーありがとうございます。お城のタワーどうかな。これは剣です。ありがとうございます。かわいいイラストでした。でした。お、ボール受け取った人数名いますね。骨人間じゃないよこれは。武士、武士。そう、今回のコンサートはどうだろう、難しさで言ったらあの今まではどうなんだろう、覚える数は少なかったけどなんか中身が濃かった気がして、そうあのなんて言うんだろう、ダンスとかのやつが難しかったから、あの新規のさゆうみさんとダンサーさんが考えてくださったダンスが難しくて、だからめっちゃ苦戦はしました。カジュピン、うん、韓国語のウパルパのアイコンだ、ありがとう。あとありがとう。タッチありがとう。グラブ待ってくれ、そんなガチなん。そう今回はあの新規の振り付けになった僕らのユリーカとかもあったりして、あの全員カノンだったんですね。そうすごかった。あの後で映像を見たんですけどめっちゃ綺麗で嬉しかった。そうあれ本当に難しくて、カウントが全部で8個あったんですね。8個あって僕ら1234567878っていうのがあるんですね。それが本当に難しくて、1個でもずれたら本当にやり直し聞かないから、ちゃんとあの僕らのユリイカのどこかで自分のところをこうやって思いながらやるんですけど、歌いながらだからめちゃくちゃ難しくて、そこにも苦戦しました。みんなとあのリハの時とかに、リハの後の自主練の時間とかでそのみんなでやったりとかもしたし、そうめっちゃ難しかった。どうでしたか皆さん。絶対フライングス、え、だよね。私もリハの時全然わからなくて、
悪いんだ、双眼鏡持ってこないとそうめっちゃ苦戦はしました、いっぱいけどね、いいものができてよかったです。ここにあるのはハンギョドンと、私のペットシロクマです。これ私がゲームセンターで400円ぐらいで撮ったやつです。めっちゃ可愛くない？アンコールはそう1階と2階だったんですよ私は。なので3階には遊びに行くことができなかったんですけど、2階の皆さんと1階の後ろの方の方にも会えました。でも私結構3階とか見たんですけど、どうですか、私のこと見えました？ゆうゆうありがとう。もうちょっとひな壇行きたかったなって思うんですけど、着替えがめちゃくちゃ私あんまり行く時間なくって、そう悲しい、もうちょっと行きたかったなって思います。このリハ期間で私チッヒーさんから靴をいただいたんですよ。お下がりの靴をねいただいて、タッチありがとう。レッスンシューズあるじゃないですか。でチッヒーさんが昔っていうかちょっと前ぐらいまでパワパフガールっていうのかなの靴を使ってて、それめっちゃ可愛かったんですよ。でレッスン上の靴がいっぱいになっちゃってて、なんか2足とかある人はいらないの捨ててってくださいみたいなのがあったんですよ。でなんかそこに捨てられてて、これかわいいのにって狙ってて、でたまたまチーヒーさんがいたからこれくださいって言ったらもらえて、めっちゃ嬉しかった。それ履いたらさ絶対さダンス上手くなると思うんだよね。私昔こうダンスに苦戦してた時にゆうみさんの靴を同じの買おうとしてました絶対上手くなるって信じてた。ノーネームありがとう。そう形から入るということなんですよ。でもサイズ一緒だったんですよね。たまたま一緒で嬉しい。ちゃんと洗ってから使ってねって言われて洗いました。もう洗って乾かして今お家にあります。タッチありがとう。可愛かったんですよ。ダンサブルさんですよ。本当にダンスが本当に上手なので、私もその靴を引き継いで上手くなりたいと思います。はるかさんのジッパー衣装何色だろう。ブルー。外にぎやかすぎるわうーかさん、もうみんなから靴を集める人みたいになってるじゃないですか。ジンくんありがとう。タッチありがとう。治安がよろしくないぞ。ダンスは全然うまくないんですけど、この間うーかさんがダンサブルよろしくなって言われて、本当にそんなの無理ですって言ってそんな無理ですって恥ずかしくなりました。ヒッポン好きありがとう。こっちも今サイレン聞こえた。じゃあ一緒のところに住んでるかもしれないですね。ヒッポン好きウーパールーパーの方ありがとう。ポトフはね今日も作る予定だし昨日も食べた。
私の靴がいつか受け継がれるってやだよやだよ。ちゃんと洗ってから渡します、もし欲しいって言ってくれる人がいたら。で私今劇場で使ってる靴はあのもう本当に古いんですけど、あのねその靴がどうしても使いやすくて、私あのそれに一目惚れして、何年前だろう、私が中学校2年生ぐらいかな、中2か中3、あ中2かな、多分中2で買った靴が、中2だから中2、中3、高1、高2、高3、1、2、7年前だ。そう7年前に一目惚れして買ったナイキのなんか花柄じゃないんだけど、なんか超おしゃれな靴があって、それを親に買ってもらって、それを今劇場で使ってるんだけど、あのねもうね若干破けたりとかしてるんだけど、あのねその目に見える破けてる感じじゃないから、ちょっと捨てるのもったいないなと思って、しかもねなんか思い入れがあるし、あの NNB で劇場で使うのはもうこれにしようって決めちゃったから、ちょっとなかなか変えれないんですよ。でもう一個のレッスン場に今新しく最近変えた黒の靴を使ってたんですね、ナイキの。けどちょっとねちーひんさんの靴も一緒に使おうかなと思ってます。ポンスケありがとう。1個持って帰ろうかな、そう1個持って帰ろうかなと思ってるんですけど、いやでもあれを捨てれる私はちょっと捨てれる決心がない、なんて言うんだ、捨てれる覚悟がないから、ちょっと今は捨てれないんですよ。かごちゃんありがとう。なかなかさ、なんか自分慣れた靴捨てれないんですよね。そう、あなんかね劇場の床が滑りやすいからあの靴が一番いい。アンコールで入った赤いスニーカー、そうあれは衣装です。てかあのアンコールのズボン変わったの気づきました？皆さんやっとね正規のあのパンツになったんです。嬉しい嬉しいんだけど、あれめっちゃ短くて本当にめっちゃ可愛かった。でもありがたい、衣装さんありがとうございます。ズボン気づかなかったかは、ちょっとぜひもしねアーカイブとかこれから見る方いればそこにも注目してみてください。カジュピありがとう。ちょっとタイムボムの衣装着たんですけど、きつくなかったです。よかったよかった、これ着れんかったらどうしようと思って。そうマジで危ない、だってさ自分のさ衣装だからさ、採寸した時より太ってたらすぐ分かっちゃうじゃん。ちょっとやばいやばいと思って来たんだけど全然余裕でした、よかった。いや本当によ、ビリーとか言ったらどうしようと思ったわ。タイムボムって本当にいい曲だよね、感動しました。そう自分の衣装だからこそ入らない可能性があるんですよ。だってだってだっての衣装がねレイさんの衣装だったんですよ。足痛い足痛い足痛い、それが嬉しくて、もうその衣装
が、なんだっけな、なんかね、どっかが若干ぴったりで、私当日までに痩せます、もう衣装変えないでくださいって言って、絶対これがいいと思って、もう絶対痩せると思って、どこら辺がきつかったかちょっと忘れちゃったんだけど、ぴったりで結構で、あ、もう絶対痩せるんで大丈夫ですって言って、本番ちゃんとちょっと緩くなってて、あ、よかったと思ってダイエットした甲斐がありました。そう、レイさんもめっちゃ着てるの喜んでくれて嬉しかったです。可愛かった、レイさんの、あやさんの衣装を着られてたんですけど、めちゃくちゃ似合ってた。いや、そう、この衣装が着たいとか、この衣装のために痩せようとか、めちゃくちゃ自分のモチベーションになるからいいなって思いますね。そう、水色めっちゃ可愛くなかったですか？そう、さすがに可愛すぎてアイコンに変えました。なんかインスタのアイコン一回も変えてなくて、今ロングだからしっくりくるものがなくて、でもボブに戻した時にまたちょっと変えたりとかするかもしれないんですけど、そう、あやさん来るって期待した。そうだよね、もう本当にさ、誰が来てほしかったですか、皆さんは。 OG の方、いつかね、レモンの衣装だったり、タイムママの衣装も後輩とかに受け継がれてったら嬉しいです。ジェス、カキュー、ありがとう。うん、わ、まあですよね、皆さん。あ、キラ先生どういうことだ。いましたよ。いましたよ。桃音さんが見に来られてたんですよ。で、ちょっとだけお話ししたんですけど、ツインテール可愛かったって言われて、めっちゃ嬉しかった、マジで。嬉しかったんだけどさ、ちょっと顔がさ、もう、ごめんなさい、ごめんなさいとか言って、ちょっと顔今ブサイクなのでとか言って、写真とか撮れなかったから。そうなんですけど、めっちゃ可愛かったです、マジで。桃音さん一緒の桃同士、昔たくさん喋った記憶あったので、あれ誰って思うぐらい髪の毛染められてて、めちゃくちゃ可愛くなってて、元も可愛いのになんかさらに垢抜けた、すごい、もう一瞬本当に誰かと思っちゃって、へって止まりました。びっくりしちゃった、私本当に焦った。なんて読むんだろう、なんて読むんだ、なんとかなんとか、え、わかんない、読めない漢字が。ハートありがとう、チュピありがとう。そう、びっくりしちゃった。キキョウさん、キキョウさんありがとう。漢字が読めなくてごめんなさい、本当に漢字が弱いです、私は。ミルさん、ミルさん、そんなにめちゃくちゃお話はしてないんですけど、裏でもちょっとだけね、マジ熱いみたいな言われてて、そう、ちょっとだけ話しましたね。でもそんな内容のある内容は話せてなかったですけど、お写真撮らせてもらって、ケイチさんとたくさんお話しさせてもらいました。まさかね、そのケイチさんにももちゃんって呼ばれる日が来るなんて私は考えてもなかったので、びっくりして顔隠しちゃいました。へーって言って。
めっちゃギャルみたいになっちゃった、えーとか言って、無理とか言って。ケイチさんは10周年の時に遠目から見ただけだったんですよ。名前も覚えてくださってめっちゃ嬉しかったの。そう、浅尾ももかちゃんって言われた。そう、なんかマネージャーさんと仲良くて、そのマネージャーさんが多分紹介してくださってたみたいで、めっちゃ嬉しかった。嬉しい、レジェンドの方に名前を覚えてもらえるなんて嬉しいです。なんか勝手に緊張しすぎて、いつもお世話になってますとか言っちゃった、間違えたお世話になってないって別にと思って。ボンスケありがとう。あかりんさんはTGC の時にお会いしたので、またお会いしたいなって思ってたんですけど、仲良くなった9期、結構いっぱいいる、結構いっぱいすぎてあれだな。でもなんかなんていうんだっけ、ひな壇、ひな壇とかでもあれかな、若ちゃんとか、あとは誰だろうな、結構いっぱい喋ったんだよな。そう、まだね、喋れてない子はいるんですけど、マナミンとかも、マナミンがめっちゃあの子ちょっとクールそうに見えて、話合うんじゃない、間違えたもちょっとあれなんですけど、めっちゃね可愛い子なんですよ、めっちゃ可愛い子なんですよ。あの子全員の9期生のお話をしたいぐらいなんですけど、ちょっとそれしてたら多分時間足りない足りないんですけど、そう、結構なんかマナミンってすごい見た目はクールそうな、クールビューティーって感じに見えるんですけど、そう、私がリハーサルの時に話しかけたら、それは覚えててくれて、後でそれ話してくれたおかげで緊張飛びました、ありがとうございますって言ってくれて、それからめっちゃ笑ってくれるようになりました。そう、ずっとこっち見てくれる。そう、結構いっぱいのこと話すんだけど、個人的にてんちゃん、池田てんなちゃんとかめちゃくちゃ話が合いそうだなと思っていますてんちゃんに届け。後輩と仲いいんかな。めっちゃ好き、てんちゃん。火事起こってるかな、わかんない、怖い、マジで。よしみんかわいい。よしみんね、ずっとね後ろ向いたりするときにひな壇でずっと見てきてくれるの恥ずかしいずっと目を合わせてくれるの。ほんと9期ラバーなので全員と仲良くなりたいなって思うんですけど、そう、てんなちゃんがめちゃくちゃジオンに似てるんですよ、顔が。ツーショット載せたらジオンかと思ったってめっちゃ来た。そう、ちょっとなんか今日は治安悪いですね。
彼と一緒にサマーマナミはアンジュに似てる。似てない似てない。ケーキからナキの名前出るの、マイとモミジで。あ、本当に。かわいい。来年って17回数えてるの、かわいすぎるんだけど。そう、すごいね、キッキ星に興味津々なので話しかけちゃってます。いっぱいね気になる子はいるんですけど、本当にあの全員かわいいのでやばいですね全員可愛いからどうしようって感じです。汗汗ですよ。頭抱えますわ、もうほんと可愛くて。ゴールデンウィーク、そうだね、あでも結構ゴールデンウィーク前ぐらいから韓国の方がめちゃくちゃ大阪に来られてるなって思ったんですけど、部屋掃除してピッカピカなんですよマジで。くしゃみ出そう、出ないたかきありがとう。頭抱えて抱えすぎてそのまま寝ちゃうやばこのまま寝るってことやばすぎやん。なんかさ最近めちゃくちゃいい夢を見るのよ。今日見た夢の話していい？あの私その宮脇さくらさんが大好きなんですね。元 HKT48 で今韓国で活躍されてるんですけど、めっちゃ好きで、その NMB48 に入るきっかけにもなった方だったんですけど、もうねその方が夢に出てきて幸せすぎてずっと寝てたいと思いました。本当に私なんかあれなんですよ、ツイッターのおすすめマジでさくらさんしかいないんですよ。お会いしたことイベントであります、あのハイタッチとか、ハイタッチだったかな、アイズワンのイベントに行った時にあるんですけど、その時はまだ私アイドルじゃなかったので、なんかもしねイベントとかあったら参加したいなって思うんですけど、おたかつです、おたかつそうマジで大ファンです、大ファン。本当に大ファンなんですよ。めっちゃ幸せだった。ルセラバイム好きですよ、好きなんですけど、あの追いかけてはないですあのそうアイズワンの亡霊なので、そうアイズワンが大好きすぎたので、あの未だに忘れられませんほんとにいつかお会いできたらなって思うんですけど、韓国なんでね、だからイベントとかあったら参加したいななんて思ってます。あるんですかねイベント。私ウォニョンさんとさくらさん推しだったので、サイン持ってる、うわいいな、大事ですよねそういうの。マジで飾りますよ私ここに私本当に会っちゃったかと思ってリアルすぎて、その夢がそれモバメに送ったんですけど、もうリアルすぎたから私本当だと思って起きた時に絶望感がすごくて
ってなりました。おもんなそう、お姉ちゃんもアイズワン好きだったんですよ。え、地震大阪来ました？ちょっと私お出かけしてて分からなかったくしゃみ出ました、ありがとうございます。お、2階に来てくれた。お、あったの嬉しい。原田さん、原田なんて読むんだろう。ありがとう、アイスありがとう、ネームトラベルありがとう。はるかさん、え、大丈夫？そうなの？もう乗ってた人大丈夫なの？脱出できたかな？私エレベーターに閉じ込められるんじゃないかって毎回思って怖いんですよね。え、震度 7？ やばくない？みのるさんありがとうございます。え、私めっちゃ夢覚えてるの。夢占いとかする、すぐ。大好きなんですよ、夢見て夢占いをするのが。え、夢逃げってさ普通に泣かない？私あの曲さ、なんか普通に流してても感極まって泣いちゃうんだけど。ランディありがとう。そう、なんかあの、まあみんなの涙もあったけど、普通に流れても私泣いちゃうんですよ、あれ流れると。そう、めっちゃ自分も思い出すし、みんなの思い出の曲。そう、どのコンサートでもいつも泣きそうになってるねえ、リオナさん来てほしかった、わかります。それめっちゃエレベーターの中で熱出す、マジで鼻だん飲みすぎやそれはそう、あんなあの可愛い人とあの2人でエレベーターで閉じ込められるなんてこと、ガラガラすぎない？ちょっとやばいんだけどみんな泣いちゃうよねあれは。本当にめちゃくちゃ私も泣きました。え、そう、今日さやかさん劇場来られてたんですね。マジ行けばよかった。まあ、行っても絶対会えないけどさ、会ってもマジで、そう、人に会うとき陰キャになるから。あ、おはようございます、おはようございます、この辺見ちゃう。さやかさんに直接頑張れって言ってもらったら多分一生分頑張れる。マジでいい曲だわあれ、本当に。私が言うのもなんですけど、皆さん投票してくれてありがとうございます。僕だって泣いちゃうよもめっちゃ好きだよ。私ダンス難しいけど。そうなんですよ、もうね、いろいろ思い出はたくさんありましたね。この後は私あの iPhone カバー買いたいと思います。合ってるよねこれ、14 Pro だよね。マイクよく分かんなくなっちゃうんだよね。ガラスがバキバキなので買いたいと思います。やっと、本当に7木枠も結構あって嬉しかったですあごちゃんありがとう。そう、みゆのね衣装の話を最後にしてくれてたみたいで、あの私のちょっとあの株が爆上がりということなんですけど、そう、みっちゃんのその話がめちゃくちゃ DM できて、それ話したんだと思ってびっくりした。
宇宙人のカバーもとっくに壊れたわ。あれもうさ、私カバー壊れすぎてやばいんだけど、新しいの注文したんだけど、マジで壊れすぎてやばい。本当にね、私あのなんだっけ、え待って最悪、ちょっと待って待って待って、嘘でしょ、やばい終わった、絶対終わった、うわ待って待って待って、イヤホンつながっちゃった、ちょっと待って待って待って、やばい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 、今気づいてしまった、え、ちょっと待って、マジやらかしたかもしれない、ちょっと待って、私のカバンの中は本当何も入ってないんですけど、今今日出かけてたから何も入ってないんだけど、ちょっと待って、やばい、あのさ、私あのやばい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 、あのファイルの中にさ、あのアモングアスのシール入ってたんですよ。え、聞こえますか？聞こえますか？え、聞こえる？あ、動いた。え、遅っ。聞こえますか？よかった。あの、アモングアスっていうね、ゲームのシールをね、ビレ版で引いて入れてたんですよ。で、次の携帯の裏に入れようと思ってたの。それ多分捨てちゃった。え、やばい。最悪や。最悪、泣いちゃう、マジで。うわ、マジで最悪だ。どうしよう。みんな助けて。あのさ、立ち位置表をさ、あの、終わったから全部捨てたんですよ。え、ガチで最悪。どうしよう。もう。辛すぎる。うわ、マジで。次の携帯、そのために私注文したのに。やばいって。いやー最悪なんだけど。捨てちゃった TV ですよ、マジで。立ち位置表、みんなすぐ捨てるよ。もうだって、オリックス劇場で。捨てちゃったもん。家だったらゴミ箱行ってたんですけど、最悪だって。え、一回見ていいじゃん。じゃ一回見るわ。私あのカバンをね洗濯したんですよ。いて、カバン洗濯したからカバンのものをビニール袋に詰めてたんですね。ないないない。え、マジで終わった。え、マジで終わった。え、どうしよう、最悪なんだけど。もう、マジで泣いたんだけど、どうしよう、最悪だ。はあ、辛すぎる。やばい、これゴミ箱じゃないよ、これゴミ箱じゃないって。はあ、マジか。ちょっと本当に最悪なんだけど。そう、あのカバンね、いつもの持ってるカバンを洗濯して、いや手に入るんだけど、可愛かったからビレ版でね、お金入れてビーって押したらガって出てくるやつなんですよ。え、めっちゃ悲しいんだけど。4枚入ってたんですよ。1234って違うアモンガースのやつが。で、それをね、あのみんなと分け合おうと思ったんですよ。で、携帯の裏に入れて、え、最悪だマジで。絶対明日もう一回引くから。はあ、アモンガース大好きなのに。やばくない？最低なんだけど。マジで。え、悲しい。アモンガースを捨てちゃったことの罪悪感が半端ない。
皆さんアモンガースのシール募集、大募集してます。はあ、悲しすぎるやばい、もうこのここにアモンガースがあれば。新田みのるさんありがとう。大量のシールが送られるやばい、こんなこと言ったらみんなが送ってくるやばい、辛すぎるぜアモンガースが。悲しい、アモンガース大好きなんですよ私。あのちょっとじゃあ皆さんに見せますね、どういうやつだったか。シールはね多分出てこないと思うんですけど、え最低だマジで私、どうしよう、罪悪感で。アモンガースシール、ビレバのガチャ、ガチャっていうかシールのさ、なんかメルカリで売られてんだけど、私のやつかなこれ、全く一緒なんだけど、ちょっとそんなわけないか、ちょっと反射が怖いんですけど、これえ、いや私のなわけないんですよ、なわけないんだけど、ちょっとなマジで売られてるんだけど、えいっぱい売られてる。そうアモンガスってこういうやつなんですよ。もうこれ100円で引いたからさ、300円はちょっと高いわ、これこういうやつ。そうもう最悪や、なくしちゃった、なくしちゃったっていうかもう捨てちゃったことがまずありえない、私の。そうあのね、こういう感じで入れようかなって思ってたんですよ。うわー Google 開いちゃった。そうこういう感じ、いて、そうモンガース。あとねシンプソンズも好きなんですよ。そこにシンプソンズがあって、シンプソンズとそのアモンガースで迷ってアモンガースにしたんですけど、よかった2個買ってなくて、あの時マジで2個捨ててることになってたわ、はあ、本当バカだ私は。もうやばくない、捨てちゃったんだけど、最悪や。はい、結構な絶望に最後に追い込まれましたねあのやばいでしょ、あのメルカリに私のものが売られてるなんてそんなわけないのに本当に、はい、聞きないですマジで、うん、そうなんです、まあ、そんなこともあったんですけど、そうマジで家で捨ててればよかった。まあねそんなこともあります。もう一回アモンガースをゲットしに行きます。ただ雑なだけですおい最悪だよ。はい、ということでランキングを読んでいこうと思います。13位ファンライブトラベルありがとう、12位タカキューありがとう、11位カジュピンありがとう、10位野原しんのすけのすけありがとう、9位ひでみちありがとう、8位こうじこバトンいかわ最高に楽しかったありがとう、7位あこちゃんありがとう、6位ぽんすけありがとう、5位おやまさん8日会いに行くねありがとうございます、ありがとうございます。4位ランディありがとう、3位原田みのるさんありがとう、2位わたっちありがとう、1位ちんくん今声がやからすぎる、ちんくん2日間最高すぎてありがとう、こちらこそありがとうございます
ありがとう。ちょっと待って、カラコンずれすぎ、びっくりした。皆さんありがとうございます。割と長い配信をありがとうございました。あのもう本当に私はもう今お話ししたことが全部忘れるぐらい、あのアモンガスに全部持ってかれました。はい、あの今ねモバメを登録してもらうと、あの今ちょっと私の iCloud がやばいんですよ。写真の枚数が6万4000とかちょっと忘れちゃったんだけど、あの6万枚があるんですね。だからちょっと本当に消さなきゃいけないので、ちょっとモバメの頻度を爆上げしてどんどん写真を送っていきたいと思ってるので、あの本当にモバメを今月だけでもいいので登録してみてください。ボブの時の写真、ボブの時の写真も送るので、ぜひちょっと気になるなと思ったらもう今月だけでもいいので、ちょっとモバメ登録してみてください。そう、シールはついてきません。シールは私が欲しいぐらいです本当に。はい、ということで皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。またね、バイバイ。あれ、バイバイ。